ートレース小島は6日間の男女混合戦でお送りしてまいりました。日刊スポーツ杯、ついに最終レースとなりました。水面上頂上決戦の第12レース優勝戦。1号艇には森田俊介、2号艇には古月博士、3号艇には真田英二、4号艇には肘谷克樹、5号艇山本貴之、6号艇村越敦史、以上6メンバーが対戦する12レースの優勝戦です。どうやら本番レースも枠番通りの並びとなりそうです。今シリーズも的確なスタート力を発揮しておる3連隊のシリーズリーダー、絶好枠番で登場、圧倒的な支持を集めた1号艇森田が1コースをかかっていきます。2コース天ヶ崎、次に続いて今年3回目の優勝に挑戦しますのは2号艇の古月。センター3コースシリーズ5勝をマークして期末の勝負がけ、 A1 返り咲きも見えてきます3号艇真田。4コース下げて角1、こちらも A1 昇格を目指して今節力走を光った4号手の肘や、5コース2日目から船足ガラッと変化して連帯続く5号手の山本貴之、サイアウト。6コース2日目から3日目にかけて少しリズム崩しましたが、4日目以降立て直した6号手の村越です。3対3の枠なり進入、第12レース優勝戦、内から1番2番3番4番5番6番です。今はスタートしました。4カ所から0台スタートは4号艇の肘谷でありますが、白1枠2号を捨てていく2号艇の古月、くるった応戦1号艇の森田、切り込んでは3号艇の真田、さらには4号艇肘谷旋回しておりますが、トップレセーブは3号艇1号艇2号艇3艇並んだ。内は3号艇真田、外は2号艇古月、真ん中通っては1号艇森田、後方3艇は4号艇5号艇6号艇、優勝戦スタートは正常、トップ世界3号艇の真田、4号艇6号艇サッとする間割ってこれるか1号艇森田、 V 際2号艇のこいつ旋回しておりますが、先頭に立ったのは3号艇の真田、さあ2番手が追撃態勢は1号艇の森田、3番手後ろ通っては2号艇こいつ、上位打撃は312、レースは2周目の1コーナー、トップ旋回3号艇の真田、さあ2番手切り込んでくる1号艇森田の差し、さあどうだ、先頭は3号艇の真田、ちょっとリードを取りました。2番手押し込む1号艇森田、3番手が2号艇の古月、上田明312、その後方5号艇の山本、4号艇菱谷、最後方が6号艇の村越、レースは2周にはクロス旋回です。先頭は3号艇真田英二、2番手1号艇森田俊介、3番手でクリア、2号艇の古月博士、上位台形312、レースはこれから3周目と移っていきます。このレーススローの3コースからコンマ1レー1周の1マークさしていきました。先頭3号艇の真田英二、2番手惜しくも1号艇の森田俊介、2コースからレースを作りました。2号艇こいつが3番手、上代系312、2連単316名制は 38.2倍、3連単312 142.4倍の末周券です。今年初通算21回目の優勝、先頭は3号艇の真田、2番手が1号艇の森田、3番手でクリア、2号艇小木津、切り込んで5号艇の山本、迫りですが上位台形312、先頭3番真田英二、優勝の5連、2着1番の森田、3着2番の小木津5連、5番の山本5連、4番の肘やラスト6番の村越5連。以上小島第12レースでした。